プオーンって鳴らさないでね。通り過ぎていくから。あなたたちには関わらないからちょっとお見逃してくれる？雨宿り中ですか？ふう、雨ってのは嫌なもんだね。故郷が懐かしいよ。どこ故郷って？ああ、私の故郷はゲルドの町。砂漠に囲まれた町なのさ。ああ、ゲルドね。砂漠には雨は降らないからね。最初は新鮮でよかったけど、こう頻繁に降られちゃね。まあそっか。でもいいやんね。命の水やん。んで、なんか私が言いよったさ、海の中にあるテントみたいなやつどこ？あれ、なくなったな。おすげえ。なんか周りの細いところがなくなっていきよる。あ、これもしかして使っていいって言ったイカだ。おすげえ、魚がいっぱい。へえ。こっちは矢？おお、電気の矢とかあるやん。あ、この電気の矢か。なんかなんやった？なんか忘れたけど。角に打ち込めばいいって言ったやつ。これ乗り込める？お、乗り込めた。ち、でも何も取れないのね。魚があったけんちょっと取れるかなって思ったけど、あ、ごめんね突き落としたりしないから大丈夫よ。あ、ここにヤシの実落ちてない？こういうね、村の中に食べ物があるのは助かる。この魚は取れないの？あ、取れ、美味しそうな焼き魚だ。この辺の海で取れたものだろうか。取れないのか、クソ。誰かのものだからってことかな。この辺の船使っていけそうな気がするけど使えんのか。これは破壊したらなんか中に、あ、リンゴ、イエーイ。 あの辺魚おるやん。よし、これはそーっと、はい、剣鯛、海にいる気性の荒い魚。調理して食べると身に含まれる成分により闘争心が向上し攻撃力が増すと言われる。ほうほう。なんか君らさ、闘争心がどうたらこうたらはいいんやけどさ、危険察知能力みたいなものはないの？なんかすごい普通にスススッと3匹取れたんだけど、これ剣鯛ってことかな？あ、街中に。あ、いっぱいいるわ。こいつら逃げないじゃないか。そーっと近寄って行ってた意味は。意味は。さあ、この町でもいろいろやったし、いろいろはやってないけど別に。また崖の上にあるさ、ボコブリの集落を襲っていかねば。あ、これ。これ、は。船のオールゲット。やったね、武器に使えるよ。さあ、これで。そろそろさ、目的地の場所に行かんといかんね。どこやっけ？え、この辺に目的地なかった？え、なんかなくなってるんですけど。どういうこと？え、目的地は？あ、もしかしてあれ切れとるってことかな？ミニチャレンジの方に、やってしまっとったけん、多分こっちの、ね。切れとったんやろ。え、なんかいっぱいあるんだけど、何あれ。え、なんか超いっぱいあるよ。え、どこマーク？なくね？なんかマップ上にすげえいっぱい出たんだけど、そんな近いわけじゃないよね、別に。全部遠いんだよね、多分。多分ね。ワンちゃん元気かい？特に話すことはできないんだね。ワンワンとかぐらい言ってくれるかなと思ったんやけど。え、あんなに近くにいっぱい表示されとったっけ？絶対表示されてなかったよね。まあ、多分あれ、マップでちゃんと見たら全然近くないんやろうけどさ。ね。よし。最初に行った時には、簡単にやられてしまった。あのボコブリンの集落へ。お、あの人は？誰、あなた。
そこのお兄さん、何元気すぎなんだけど、どうした？あー、かわいい。え、あたしと、いいことしない？いいよ。それじゃあ、戦闘じゃね？目を閉じて。よし。ねえ、ちゃんと目を閉じてる？それじゃあ、入り屋の英傑さん。あー、やっぱり、そのパターンですよね。よし。あ、違う違う違う。うわはははははじゃねえよ。よし。こいつはあれなんだな。なんか結構いろんな性別になれるんだね。あ、食べ物食べ物。ちょっと待って。あ、ルピーたちがルピーたちが。大変大変。ルピーたちがいっぱいばらまかれてる。やったね。なんだっけ、何団だった？シーカー族じゃなくて。この首狩り刀はちょっと大事かな。16やもんね。じゃあ騎士の槍ちょっと。はっと。オッケー。ちょっとでっかい、だいぶでっかい武器捨ててったけど。何やったっけな。G ガダンとかいうのはどこにでもいるんだな。そしてなんかお金が稼げるから結構いいよ。結構いいやつらだよ。この上やったっけ？ん？あれは何？あれ別に何もないんかな。鳥の巣みたいやね。違うか。別に鳥の巣ではないかもしれんけど。多分この上に、ほら、オコブリンの集落。さあ、私はあれからだいぶ強くなったはずだよ。はずね、はず。どうかな、来るかな。来いよ来いよ。てや、待て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 。てやてやてや。待てってば。この黒いやつを先にやっつけてしまいたいよね。あー、くっそ、ボッコボコだわ。ボッコボコにやられて終わったわ。リトライ。どこ直前のセーブって。あ、なるほどね。ここね。お金はちゃんとあるんだろうね、私。まあ、多分大丈夫やと思うけど。え、なんかさ、来よるとき、ここに来よるときさ、そこまで印いっぱい出てなかった気がするんやけど。どうよ。あ、私、果ての村の方に行きよったってこと？あ、なるほどね。そういうことか。近くのこのマークは果ての村やったんか。なるほどね。そういうことだ。ちょ、もうここは私、もうダッシュで通り過ぎていこうと思うんだけど、どうよ。ふおーんって鳴らさないでね。あ、蝶鳴らしてる、蝶鳴らしてる。通り過ぎていくから。あなたたちには関わらないからちょっとお見逃してくれる？多分大丈夫やと思う。来てないよね。来てないよね。うん、大丈夫、大丈夫。あなたたちに危害は加えないからね。いやー、もうなんかさ、進めば進むほど、オコブリンたちが勢力を増しててね、びっくりするよね。ね。てか、超いい天気なんだけど。あ、この辺多分いろいろと取れるね。キノコ、ハイラルだっけ。これは？なんか取れそう？え？消えた？あそこになんか花が咲いたんだけど。てっ！なに、どこ？これ絶対コログの妖精じゃね？だと思うんだけど。あれか？これ何箇所か追いかけたらコログの妖精出るかな？あれ？全然超無駄なことしよったりとかする？もしや。もしかしてささっと行って捕まえんといかんとかそういう。なんなのこれ？なんでもないとかじゃないよね。
なんでもないですけどとかじゃないよね。あれは何、カモかな。え、どれ、これ。おう、出てきた出てきた。うわ、見つかった。何、みんな顔違うの、もしや。今初めて違う感じがしたんだけど。最初の2匹同じような感じじゃなかった？またねー。はあ、またねー。なんかこいつ変。なんかこいつ変。あの辺のカモ捕まえれるかなー。鶏肉、鶏肉。あ、旅立っていく。あー、くそー。飛ぶのか。まあ、そりゃそうよね。コログの妖精って一体何匹おるんやろ。なんかさ、誰かに会ったら、これを渡しといてって言って、あれをもらいよんよね、私は。その誰かは一体どこにいるんだろうか。ちょ、待って、向こう側やな、これ多分。よいしょ。ほらほら、周りのなんか細いところから先になくなっていきうる。すげえ、頑張りゲージが、だいぶ増えたよね。え、なに？あー、そっか、雨降ってんのか。くそ。うわ、ちょ、お願い。あー、ダメだわ。ちゅっ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 ちゅい。くそ、こんなところで雨降ってんじゃねえよ。あ、でもこれぐるっと回っていけるかもしや。なんかあの辺燃えてない？マグマ？あ、ほら。岩登る必要ないじゃないか。ぐるっと回っていけるよ。そんなツル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 滑るところを別にわざわざ行かんでもね。いや、危ない危ない。危ない危ない。奈落の底に落ちる。何あれ？なんかめっちゃ輝いてる。え？何ここ？うわ、びっくりした。やめてよね。え、君一体だけ？今まで結構さ、3匹とか同時に出てきよったけど、君一体だけなの。これ絶対いいやつが出てくる。どう？夜光石。夜になると青白く光り出す不思議な光石。死者の魂の灯火とも言われる。この石を原料にした特殊な服もあるという。え、暗いところで光る服とか絶対嫌やん。敵に、私ここですよーって言えるようなもんやろ。ね。不気味、不気味。よし。あー、壊れた。ちょ。お、兵士の槍。城の兵士が使っていた。長槍？長槍？思い通りに振り回すには十分な鍛錬が必要。鉄の穂先は頑丈で火がついても燃えない。お、いいやん、それ。てててて。よし。イェーイ、いっぱいゲットー。手はいらない。手はいらない。あ、ってことはもうちょっとで果ての村なわけね。うわー、なんかすげー、崖っぷちだな。あの辺のなんかさ、3本だけ並んどる木、超不気味じゃない？え？あ、びっくりした。目がついとんかと思った。リンゴか。びっくりさせんといて、ちょっと。あ、ホタルおるよ。あ、めっちゃホタルおる。おー、すげー。あの辺のホタル捕まえれるんかな。これ、そーっと近づいてったら捕まえれるんじゃね？手でって感じだけど、お、捕まえれた。静かホタル。夜になると淡く光る昆虫。体内に持つ発光物質は集中力を高める効果もあると言われ、薬にすると物音を立てずに行動が可能になる。静かそ、あ、何あれ。ね、なんか海の中に、ほこらあるよ、あれ。ほこらやろ、あれ。ほら、海の中に。あんなところまでたどり着くのって結構じゃない？あーでもあれか。なんかあの、あれですか。なんて言えばいい？あ、キースがいっぱい来たよ、なんか。2匹か。来いよ。あ、こっち来る、こっち来る、多分。多分。おい、来いってば。へえ、なになになに？全然向かってきてくれないんだけど。あ、来た来た。来いよ、来いよ。ていてい。一発。あの、パラセール使ってったら結構あの辺まで飛んでいけるんかな。じゃあ私、リンゴが取りたいんよね。ちょ、リンゴが取りたいんよね、私。どう？取れる？この辺？え、取れろよ。よし。オッケー。果ての村までもうちょっとって感じかな。よいしょ。あ、でもね、地図上で見たらあとちょっとやけど、
実際結構遠いってことは、往々にしてあるから。え、怖くね？え、これだいぶ怖くね？これこっちの方向で合ってます？下に降りていっていいんかな、これ。崖の上やったりとかする？崖の上とかやったらさ、これ下の方降りてたら私また崖を登っていくとかいうことになるんやけど。この辺一旦。いや、とりあえずこの辺で降りようか。あぶねえ、びっくりした。あの辺にさ、なんか建物っぽいもの見えん？煙が出よるとこ。あれかな？あ、あの辺っぽくない？なんか。多分。あ、雨降ってきたし、マジかよ。こういうさ、あ、やんだんか、雨。こういう崖っぷちにおるときにさ、そういうのはやめていただきたい。これ。これ。ゴーゴーだけ。あ、違うって、そんな張り切らなくっていいからさ、ちょっと、よいしょ。風が吹くよ、風が。多分あの辺に村があるはず。ってことはだいぶ上の方やな。私、だいぶ下の方まで降りてきてしまったんやけど。これ上から行った方が良かったパターンじゃない？あ、でも結構近くまで来たかな。ぽいね。あ、キツネやん。ち、捕まえれんかったけど。キツネ結構なところまで来るのね。あ、これ一旦その辺まで行ったら、とりあえず休憩できるかな。あ、やっぱり頑張りゲージあるのって、違うな。安心感が。ね。この辺一旦休憩できるやろ。ほらほら。普通の人間ならこんなとこで休憩できんやろうけど。リンクならできる。ここでも一旦休憩取れる。よいしょ、オッケー。ほら、近いよ。あれ、家やろ、多分。ほらほら、なんか音楽も流れ出したし。果ての村。果ての村の考古学者に話を聞けばよかったよね。何の話聞きに来たんやったっけ？なんかちょっといまいち目的がつかめてないけど、とりあえず、果ての村におる、ちょっと変わり者の科学者に話を聞けばよいっていうことは覚えとるよ。目的はちゃんと覚えとるよ。これ上から行った方が早かったんじゃないかな。ね、わざわざなんか下から上に上がっていかんでもね。上陸続きで行けたりとかしとったりして。あ、で、あそこに村があるってことは、多分近くにまた祠があるはずやけん。その祠で、またワープポイントができるんじゃないのか？すげえ、めっちゃ崖を駆け上がりよる。さすが。あそこ塔や塔。これか、果ての村。え、でも、違う。多分これ目的地じゃないよね。なんかよくわからないところに到着したけど。ん？果ての村なの？これ。なんかすごい、広々と崖を使ったところやね、ここ。あれは一体何なんやろ。あ、女神様あれ。え、違うよ。何あの装置。え、不気味。なんか青く輝きようんやけど。まあ、とりあえず目的地方面へ向かってみようか。てか、この辺に、祠はないのかい？祠があってくれたら助かる。あ、果ての村あってんじゃん。果ての村広いね。多分。だいぶ広いよね。もしかしてあの塔がワープポイントになるってことかな？あの塔がワープポイントで、祠とかはないってこと？それ困る。それ困るよ、私。よいしょ。ちょっと不法侵入っぽい感じになったけど大丈夫？え、人誰もおらんくね？まだ朝っぱらやけんかな？祠とかあっても良さそうなもん。あそこが目的地？あの一番上んとこ。あそこに祠があるんだな。そっか、あそこが崖の上にあるって言ったとこか。はっ。
そしてはよし、人んちのリンゴかもしれんけど、 あっちにも看板ある。果ての古代研究所、危ないよ。いい子のみんなは来ちゃダメ。危ないよ。変わり者っていうだけあって、やっぱりなんかすごい村の外れにあるんやね。果ての古代研究所、お子様へ、食台で遊んではいけません。これ火つけれるってことかな、食台だし。あーなんかすげえ、向こう側はなんか寒そうな感じがするね。雪降りよるよね向こう側。へえ、こっちとあっちで全然違うんやな。何箇所も注意看板があるんやけど。果ての古代研究所、危ない。子供は今すぐ引き返すべし。よっぽど近寄らせたくないって感じやな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。